あなたはお金の不安から生涯解放され長期的な不労所得収入を手に入れることができたとしたら嬉しいですか？もしその答えがイエスならば、今この瞬間、そしてこの情報を手にしているということは非常に重要なことになります。今あなたはお金がないな、あるいは時間がないなと感じられているかもしれません。ですがそう感じていらっしゃる方は、実は今からではないと思います。前からずっとだったと思います。人によっては2年前から5年前からずっとそのような状態だったのではないでしょうか。こうした状況になってしまっているのは、あなたがスキルを学べば変わるわけでも、労働時間を増やせば変わるわけでもありません。あなたの収入経路を変えていく必要があります。4つのクワドラントという概念を聞いたことはありますか？これは ESBI という収入経路を表したものです。 E は従業員、 S は自営業者、 B はビジネスオーナー、 I は投資家です。左側のクワドラントでは、時間を切り売りすることでお金を手にします。なのでお金を稼げば稼ぐほど忙しくなります。逆に言えば、よりお金を稼ぎたければより時間を使わなければなりません。一方、右側のクワドラントは、お金を稼げば稼ぐほど時間が増えていくクワドラントになります。E クワドラントはサラリーマンなどで働いている人たちですね。 S クワドラントは自営業者の人たちのことを指します。これはたとえ会社を運営しスタッフを雇っていたとしても、自分が働かないと事業が回らないのであれば、それは自営業者という扱いになります。例えば FX トレーダーなどは一見 I クワドラントの投資家と思われがちですが、自分が働かないと収益が手に入らないので、彼らは実は自営業者に分類されます。 B クワドラントはビジネスオーナーです。ビジネスオーナーとは、簡単に言うと、自分が働かなくてもお金が入ってくるビジネスシステムを持っている人のことを指します。例えば3ヶ月間携帯もパソコンも捨てて何もしなくても右肩上がりに収益が上がっていく状況を作り出しているのであれば、それはビジネスオーナーです。アイクワドラントは投資家です。本質的な投資家は、一度の投資で1回のリターンではなく、一度の投資で長期間にわたり何度も何度も富を生み出してくれる資産に投資します。資産の定義についてはこれからまた説明していきます。あなたは今一体どのクワドラントに属していますか？基本的にこうした質問をすると、日本人の 97% 以上の人たちが左側に属していると答えます。今の日本の常識や教育の下で働いていると、 97% の人はこの一生忙しい、あるいはお金がない左側のクワドラントに位置するようにこの国はなっているのです。年金も破綻していますので、今の状況のままに行くと常識通りの生活が待ってるだけです。今の常識とは、土日も祝日もなく一生懸命働き続けたとしても、せいぜい年収300万円程度であったり、果ては老後破綻に陥ってしまうといった状況であるということです。このビデオはその状況を抜け出す糸口となるビデオです。では経済的なゴールとは何でしょうか？それは自分が働かなくても右肩上がりで収入が増え続ける状態を作り出すということです。それがゴールです。それ以上の答えはありません。この状態を作り出すことに成功すると、あなたはもう経済的なゲームをクリアしたことになります。ヒーローズジャーニーはこうした経済的なゲームをクリアしていくための物語の旅路も含まれています。そのためにはどのようにすればよいのかということをこれからお伝えしていきますが、あなたは MLM、 つまりネットワークビジネスという言葉を聞いたことはあるでしょうか？もしその言葉を聞いたことがある人は、悪徳商法とかネズミ講とか、きっと嫌なイメージを持っているのではないでしょうか。日本では過去教科書でネットワークビジネスイコール詐欺と丸をつければ点数が入るような恥ずかしい教育がされていたので、そうしたイメージを持つのは当然です。ですが繰り返しますが、日本の常識や教育通りに生きていくと、日本の常識や教育通りの生き方やライフスタイルしか手にすることができません。日本の常識や教育通りに生きていくと、今の時代では年収300万円時代や老後破綻といった状況に陥ります。少なくともお金のために働く人生を送ることから抜け出すことはできません。より良い生活を送りたいのであれば、常識を疑ってください。実際に海外ではネットワークビジネスに対してどのように言われているのでしょうか？日本人の多くはネットワークビジネスに対して偏見を持っています。ですが実は海外の億万長者たちは、ネットワークビジネスこそが最も優れたビジネスモデルであると絶賛をしているのです。実際にその事例を見ていきましょう。事例1、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツさん。彼は以前とあるスピーチでネットワークビジネスに関する以下の発言をしています。また最初からやり直すチャンスがもらえるなら、ネットワークビジネスを選んでいるよ。これは非常に驚くべき発言です。なぜなら、世界でナンバーワンの億万長者であるビル・ゲイツが、もしゼロからビジネスをやり直すのであれば、自分のビジネスをやるのではなく、ネットワークビジネスでゼロからやり直すと言っているのです。これは一体何を意味するのでしょうか？それはネットワークビジネスこそが世界で最も優れたビジネスモデルであると公言しているようなものです。次の事例も見てみましょう。事例2、投資の神様ウォーレン・バフェットさん。個人の資産総額では世界一とも言われている彼は、50社以上の会社の株を保有していますが、実はそのうちの3社はネットワークビジネスの会社なのです。そしてそのネットワークビジネスの会社に投資をしたことについて、とあるインタビューでこう答えています。私が今まで投資した中でも最良の案件ばかりだよ。もしゼロから資産を築きたいのであれば、私はネットワークビジネスの会社に投資することをお勧めする。そしてさらに時間をかけずに資産を築きたいのであれば、実際にそのネットワークビジネスをやることだ。なぜならこれほどまでにレバレッジの効く投資案件はないからだ。ここで注目すべきことは、世界1位の投資家とも呼ばれる彼が、数ある投資案件の中でもネットワークビジネスを選択しているという事実です。これはつまり、あなたの資産額を引き上げる最良の方法がネットワークビジネスを選択するということだと公言しているのです。さらに他の事例を見てみましょう。
ジレイさん、世界的な投資家兼実業家であるロバート清崎さん、彼は著書金持ち倒産貧乏倒産で有名になりましたが、彼も以下の有名な言葉を残しています。普通の人が億万長者になるにはネットワークビジネスが一番の近道である。彼は実業の他に金融、不動産投資と数多くのビジネスを行っていますが、その中でも突出してネットワークビジネスが億万長者になる最短最速の道だと断言しているのです。最後に非常に興味深い事例をお話しします。事例4、アメリカで知らない人はいないというぐらい有名な不動産王、そして第45代アメリカ大統領でもあるドナルド・トランプさん。オプラのショーに出演できたら成功者の証とも言われる米国エンターテイメント界の女帝オプラ・ウィンフリーの看板番組に出演した際に、ネットワークビジネスについて彼はこのように述べています。あなたはすごい資産家ですが、もし今無一文になったとしてもまた資産を築く自信はありますか？ええ、もちろんありますよ。やはり不動産ですか？いいえ、無一文から手っ取り早く資産を築くのであれば、私は急成長している有料なネットワークビジネスを見つけ出して、そこのディストリビューターを始めます。今ブーイングをした皆さん、だから皆さんはそちら側に座って私のトークを聞き、私はこうして有名なトークショーのゲストとして呼ばれているのです。このようにすでにネットワークビジネスは億万長者たちの中では常識であり、ゼロから最短最速で富を築く最良のビジネスモデルなのです。海外の億万長者たちは MLM が素晴らしいと言います。一方 MLM に対して偏見を持っている人たちの多くは残念ながら貧乏な人たちです。あなたはどちらを信じますか？ではなぜ彼ら億万長者たちは MLM のビジネスを選ぶのでしょうか？答えは簡単です。それは資産形成型のビジネスモデルだからです。ここで資産形成型のビジネスモデルとは何かをお話しする前に、お金の4つの区分についてお伝えしていきます。お金の出と入りには実は2種類ではなく4種類あります。マネーリテラシーの高い海外の億万長者たちはこの区分を明確に意識しています。そして中流階級以下はこれを意識していません。お金の出と入りを示す4つの区分を覚えてください。1、収入。これはあなたが稼ぐお金です。2、支出。これはあなたが払うお金です。3、資産。これはあなたのポケットにお金を入れるものです。4、負債。これはあなたのポケットからお金が出ていくものです。この概念でいくと、家は資産でしょうか負債でしょうか、これは状況によって異なります。もしあなたが家を持ち、それによってマイナスのキャッシュフロー、すなわちローンなどで毎月お金が出ていくのであれば負債になります。一方、他に貸し出しするなどをしてプラスのキャッシュフローを生むのであれば、それは資産になります。貧乏な人は収入が入るとそのまま支出にお金を使います。彼らがお金を使うのはガーデニング用品やフィットネス器具や漫画やお菓子、そしてバーゲンセールです。彼らは安くてお得という言葉が大好きです。安くて良いですね。ただし大事なことは、これらは1年後ガラクタになり何の価値にもならないということです。入ってきたお金を1年後何の価値にもならないガラクタにお金を使っていたら、資産を構築することができないのは当然ですよね。では中流階級はどうかということですが、中流階級は入ってきたお金を負債に使います。例えば70万円が入ってきたら、そのうちの35万円を負債に使います。高級車、家、家族との旅行でカードを使ったりなどです。いいですね。夢のマイホームで幸せですね。幸せなことは素晴らしいことですが、経済的な観点から考えると、彼らは負債によって定期的にお金を支払わなければならなくなり、身動きを取ることができない牢獄に自分を入れている状態であるということができます。そして彼らは残りの35万円は支出に使ってしまいます。ではお金持ちはどのようなお金の使い方をするのでしょうか。お金持ちは入ってきた収入を資産に投資します。資産とは例えば株や不動産や教育などの資産型ビジネスです。教育も資産です。もしその教育によって自分の収入を増やすことができるのであれば、それは資産になります。お金を稼ぐ経済的なゲームをクリアする公式はシンプルで何も難しくありません。あなたが入ってきたお金や労力を資産の場所に投じ続けるということをするだけです。あなたは先ほども紹介した投資の神様ウォーレン・バフェットが最初に行ったビジネスが何かをご存知でしょうか。ウォーレン・バフェットが最初に行ったビジネスモデル、それはマクドナルドで働くことではありません。それは労働収入ですから。ウォーレン・バフェットが最初に行ったビジネスモデル、それはピンボールマシンを床屋さんに置くことです。ピンボールとは簡単に言うと、コインを入れたら遊べるようになるアーケードゲームです。ここで大事なことは、このピンボールマシンを床屋に置いてお金がチャリンチャリンと入っている時に、ウォーレン・バフェットはそこで働いている必要はないということです。彼がトイレをしている時であろうと寝ている時であろうと、ピンボールマシンにはお金がチャリンチャリンと入り続けます。そしてピンボールマシンのお金が貯まったら、次に彼は何をしたのでしょうか。そうです、ピンボールマシンを増やしたのです。このようにしてウォーレン・バフェットは資産から入ってくる収入を資産に投資し、そこに入ってくる収入をさらに資産に投資し、というサイクルを回し続けました。その結果として今彼は世界長者ランキング第2位の億万長者にまで上り詰めたのです。ウォーレン・バフェットはなんと16歳の頃からこのような稼ぎ方をしていました。ビル・ゲイツ、ウォーレン・バフェットなど世界で富を集めている人は資産と収入の違いが何かを明確に知っています。だから億万長者になれたのです。資産と収入の違いがわからない人間が億万長者ランキングに掲載されることは絶対にありません。そんな彼らが MLM のビジネスモデルを推奨しています。これはなぜかというと、 MLM こそが個人が富をつかむ上で最も素晴らしい資産形成型のビジネスモデルだからです。ウォーレン・バフェットの貧乏のように
ラインアット ATM システムを使えば、一度設置をすれば、あとはあなたが寝ている時もトイレにいる時もチャリンチャリンとお金が入ってくるようになります。今個人が持てる最高の案件がこのラインアット ATM システムであり、ヒーローズジャーニーを広めるヒーロービジネスなのです。興味のある方はご案内差し上げますので、ぜひ一度は聞きに来てください。人生を変える最高の分岐点がそこにはあるとお約束させていただきます。